猛者たちが揃っているだろう。いえ、あなたじゃなきゃダメだと思ったんです。理由と、それはハルやキリトさんたちは優しくしてもらってばかりじゃダメ。僕が自分の殻を破れるくらいもっと厳しく教えてくれる人に。それで俺を選んだ。厳しくしてほしいという意味では貴様だが、俺はそもそもお前に稽古をつけた。事件が起きている間ならまだしも、今はそれも解決したと聞いた。で、俺は俺自身の鍛錬の。俺は行くぞ。スメラ、本当は小さな女の子のことをいつも見ている、すごく優しい人だって聞きました。知り合いの幼女のことをいつも見守っていて、まるで娘の初めてのお使いを見守る父親のようだって。ちょ、人に聞かれる大声で言うんじゃない。だから僕はスメラギさんのように真に人を思いやる心を持ちながらも厳しさも持ち合わせている人に。だからわめくんじゃない。じゃあ稽古つけてもらえますか。一つ訂正しておく。俺は別に幼女なら誰しも見守るわけではない。俺が従うのはセブン。あ、はい、知ってます。さあ、わざと誤解を招くような言い方で声を張り上げていたのか。だってそうでも言わないとスメラギさん言っちゃうじゃないですか。貴様もそういった意味では同類だろう。なんと言った。ちーちゃんは関係ありません。それにスメラギさんの好みとは違います。あ、もう分かったから稽古するぞ。はい、ありがとうございます。実際にはどのように強くなりたいんだ。シアンブレードは僕の最大の技ですが、剣道をやっている身としては残虐技をもっと増やしていきたいと思っています。貴様の武器、強化外装、それを刃状に変化させられる技が他にも欲しいと。はい。手加減はしない。あなたのようなプレイヤーに稽古をつけてもらえるなんて光栄です。だが俺は強さの求め方を間違っている。もともとその運気は支援魔法に特化した種族、単身での強さを求め種族の特徴を理解し修練している。その気持ち分かります。僕の自分はとてもアンバランスなバーストリンカーだと思ってますから。やっ、本気を出させてもらう。この時間をまさかこんな。なんだ。あなた、僕に稽古をつけてもらえませんか。実際にはどのように強くなりたいんだ。シアンブレードは僕の最大の技ですが、剣道をやっている身としては斬撃技をもっと増やしていきたいと思っています。貴様の武器、強化外装だった。それを刃状に変化させられる技が他にも欲しい。はい、このくらい。よし、これだ。このくらい。ゲージを溜めないと。
てもらえるなんて光栄です。だが俺は強さの求め方を間違っている。え、もともとこのウンディーネは支援魔法に特化した種族、単身での強さを求め種族の特徴を理解し修練する。俺はもっと別の道に踏みつけた。その気持ち分かります。僕も自分をとてもアンバランスなバーストリンカーだと思ってました。これで決めてやる。だがそろそろ飽きてしまう。